ノイ・エンガンメの若い女性囚人が飢え死にしていく姿を描いた彫刻ノイ・エンガンメ強制収容所はナチスドイツの強制収容所の一つ。ハンブルク港の南東のエルベガワウガン、アルテンガンメ村に存在した。1945年4月16日にイギリス軍が撮影したノイ・エンガンメ強制収容所の空中写真ベッド1938年12月に 水運に面したアルテンガンメにザクセンハウゼン強制収容所から作業囚人が送られてきたアルテンガンメ南外れにあったレンガ工場が接取されて囚人の仮収容所に使用された。この仮収容所がノイエンガンメと名付けられたのに始まる。発足当初はザクセンハウゼン強制収容所の付属労働キャンプの一つだったが1939年6月4日に 独立を認められた。1941年に国家保安本部長官ラインハルトハイドリヒの定めた政令では、ノイ・エンガン目は第二カテゴリーに分類されている。収容所の面積は1941年の時点で20ヘクタール。中庭に囚人の木造バラックが25棟存在していた。一つのバラックには300人分の信頼しかなかったが、 戦争後期にはバラック一つに900人近く詰め込まれているありさまだった。周囲は高さ2.5メートルの鉄条網で囲まれ、監視塔も存在した。さらに、収容区全体を高さ3メートルの鉄条網が囲っていた。さらに鉄条網の先には3メートルから4メートルの堀があり、水が張られていた。ザクセンハウゼンから独立した直後の囚人数は約1000人。 1940年末の時点で3500人。1942年末に1万3000人。その後も1945年まで囚人数は増加の一途をたどった。総計で10万人以上の人がノイエンガンメへ連れてこられたと見られている。ノイエンガンメにはドイツとオランダの国境付近を中心に最終的に75カ所もの労働キャンプが存在した。 囚人たちは軍需産業や海軍基地などに労働力を提供させられていた。様々な国から囚人が移送されてきており、特にポーランド人とロシア人が多かった。彼らはビシー政府の存在からフランス人囚人を退独協力者と決めつけて迫害することが多かったという。ノイ沿岸目は絶滅収容所ではないが、処刑センターとしても機能していた。 公式映がほとんどであったが、ガス殺も行われていたことが戦後に、イギリスが監視の新映隊員たちに対して行った裁判で明らかにされた。1942年9月に193人、11月に251人のソ連人捕虜がガス処刑を受けたという。ただし、ノイエンガン目にガス室は存在せず、ガス殺には文化が代用されていた。 殺害された囚人の遺体は、ゾンダーコマンドと呼ばれた囚人たちが焼却した。ゾンダーコマンドは300人ほどで、秘密保持のために3ヶ月ごとに処刑されてまた新しい300人が、ゾンダーコマンドに任命されていた。1945年4月、西部戦線での連合軍の接近によりまず下部、労働キャンプの囚人が、 ノイ・エンガンメキ間収容所に向けて歩くよう命じられ、死の行進をさせられた。しかし、連合軍の進撃は止まらず、数日後には、ノイ・エンガンメキ間収容所にも撤収命令が下る。囚人のベルゲン・ベルゼン、ザント・ボステル、リューベックへの移送が開始された。いずれのルートも死者が大量に出たが、中でもリューベックルートは悲惨であった。リューベック到着後に、 貨物船に乗せられ、4回にわたる、イギリス軍の急行科爆撃を受けて、ドイツ人たちもろともほとんどが死亡させられた。ありがとうございます。